まずベッドサイドの方から紹介していきたいと思います。まずこのベッドなんですけど、一人暮らしは3回目ぐらいで、今までずっとシングルを使ってたので、思い切ってセミダブルサイズのベッドを購入しました。このベッドカバーもクッションカバーも枕カバーも、あとマットレスとベッドフレームも全てニトリで購入しました。この床の色と合ってるベッドフレームの色がお気に入りです。でシェルモチーフが好きなので、このクッションだけフランフランで購入しました。でこっちがベッドサイドのサイドテーブルになります。 IKEA で購入したネスナのサイドテーブルにちょっと自分のお気に入りのものを乗せて使ってます。でこっちに鏡があるので、朝起きたらこの鏡の前でちょっと髪を整えたりします。あと枕元にいい匂いのするキャンドルとアロマディフューザーを置いています。でここにもシェルモチーフがあって、これもフランフランで購入しました。こんな感じで光ります。可愛いです。このパンパスグラスはドライフラワーショップで購入しました。で最近購入したんですけど、このオリエンタルラグが結構お気に入りです。楽天で3000円ぐらいで購入しました。こっちのふわふわのラグは IKEA で購入したムートンラグです。部屋の中で一番気に入ってる場所がこのチェスト状のディスプレイになります。韓国インテリアが憧れなので、いろいろ韓国のインスタグラマーさんとかのディスプレイを見て真似したりしてます。このチェストはもともと天板が真っ白だったんですけど、ニトリのウォールステッカーを貼ってちょっと木目調にしてみました。結構綺麗に貼れたので気に入ってます。このウォールシェルフは IKEA で購入したものになります。これが時計がついてるんですけど、スピーカーで iPhone で Bluetooth につないで音楽が聴けたりするので、夜寝る時とかに結構スローテンポな曲を流してリラックスしたりしてます。このバイマで購入したイレギュラーミラーがお気に入りアイテムになります。あまりない形なので可愛くて気に入ってます。プレゼントでもらったコスメデコルテのネイルとかを置いてディスプレイしてます。あとはこの鏡の前でアクセサリーを選んだり、あとリップつけたりしてます。でこのケースは Amazon で購入したアクセサリーケースになります。基本的に大ぶりなものが好きなので、大ぶりのピアスばっかりになってます。シェルモチーフが好きなので、ここにもシェルモチーフがあったりします。よく使うリングとかはこの中に入れてます。チェストの上はこんな感じになります。じゃあ次にテレビサイドを紹介していきたいと思います。埃が被らないように物はあまり置かずに、箱にしまったりと引き出しにしまったりして、なるべく掃除が楽になるようにしてます。このラグとローテーブルはニトリで購入しました。こっちのストレージボックスはアマゾンで色違いを購入しました。結構使いやすくて生活感も出ないのでおすすめです。このテレビ台はアイリスオーヤマで購入して自分で組み立ててます。テレビ横のディスプレイも結構お気に入りです。造花とフラワーベースは IKEA で購入しました。でこのニトリで購入したアロマディフューザーが結構いい匂いで、リピートして使ってます。おすすめです。7番が一番いい匂いだと私は思ってます。このタイルはナチュラルキッチンで300円ぐらいで購入しました。でこのフロアランプは IKEA で購入したものになります。結構夜はこの明かり一つで過ごしたりします。
ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、 IKEA で購入したサイドテーブルと、あとはベッドの上でお茶とか飲んだりするときに使ってるテーブルになります。このフラワーベースも IKEA で購入しました。私はお皿を集めるのが趣味で、あとこれプラス多分2、30枚ぐらいあるんですけど、メインで使ってるお気に入りの子たちを紹介したいと思います。ここにあるのは全部プチプラになります。これ IKEA で購入しました。色違いで2枚購入して、で大体お皿を割れた時用に2枚ずつ購入するので、もう収納がすごいことになってます。これも IKEA で購入しました。確か1枚200円ぐらいでした。でも今廃盤になっちゃったかもしれないです。でこっちはジョージズっていう雑貨屋さんで購入した1000円ぐらいのお皿になります。この何とも言えない柄がお気に入りです。でこの2つは基本的に和食を盛るときに使うニトリで購入したお皿になります。どっちも1000円は絶対しなかったです。800円ぐらい、700円ぐらいだったと思います。これとか結構和食のせると映えるのでおすすめです。これはナチュラルキッチンで購入した300円ぐらいのお皿になります。このお花が彫ってあるのが可愛くてお気に入りです。でこっちは丸光さんっていう食器屋さんで購入したアーリーバードのツバメが書いてあるお皿になります。この浮き出てるツバメが何とも言えなくて可愛くて購入しました。あのオーバルの形も欲しかったんですけど、とりあえずこっちだけ購入しました。そのうち買うと思います。これは、アダムエロペのサロンっていう雑貨屋さんで購入した喫茶ドレミとコラボしてる小皿になります。セットでこのパフェグラスも購入しちゃいました。レトロな色合いが可愛いです。こっちは結構柄が入ってるものになります。でそんなにプチプラではないです。でも買えない値段じゃないんですけど、これはでも自分で購入してなくて、結婚式の引き出物か何かでもらったのは実家から持ってきたものになります。のりたけですね。のりたけのお皿になります。この柄が可愛くてモーニングプレートとかによく使ってます。こっちは結構インスタグラムとかでも見るんですけど、ザラホームで購入したお皿になります。アンティークっぽくて可愛いですよね。でもこれも1300円ぐらいでした。でこの3つは地元にアンティークショップがあるんですけど、そこで購入したフランスアンティークのお皿になります。これはちょっと深くなってるパスタ皿になります。比較的綺麗なものを選んでるので、そんなに古い感じはないんですけど、たまにこういうカトラリーの跡とかがあって、でも逆に味があっていいなと思って使ってます。今売ってる食器にはない感じが可愛くてお気に入りです。この3枚はもう1枚しかなかったので1枚しか持ってないです。一点物です。こっちはグラスとマグカップです。さっき紹介した喫茶ドレミのカフェグラス、これはブルーボトルコーヒーで購入したマグカップになります。これはロスで購入しました。でこれはスタバで購入したガラスのマグカップになります。結構薄くて、でよく見ると桜になってるんですよね。あんまりガラスのマグカップがないのでお気に入りでよく使ってます。でこれはちょっと使いにくいんですけど、羊モチーフも結構好きなので可愛くて購入しちゃいました。これはアフタヌーンティーで購入しました。でメゾンドリーファーがちょっと今撤退しちゃったんですけど好きだったので色違いで2個購入しました。
あれが一番マグカップの中ではよく使ってるかもしれないです。まだまだあるので紹介したいんですけど、一部だけ紹介させてもらいました。